水貴寛ですお疲れ様あれ寝てるまあ仕方ないかここのところずっと残業してたみたいだし今日だってこんな時間までまったく頑張り屋なのはいいけど何でも一人でやりすぎだな少しは頼ってくれたっていいのに俺だって お前ほどじゃないけどちゃんと成長してるんだからなよしこの残ってる報告書は俺がまとめておいてやるか目を覚ましたらきっと怒られるだろうなただいまーなあ俺の部屋が掃除されてるということはベッドの下の <laughs> ややっぱり。 母ちゃんに隠れてずっと集め続けてきた、俺のトレジャーが、何一つ残されてない俺の青春俺の魂俺の、俺のーえということは、母ちゃんにバレた俺の趣味がきっと父ちゃんにもバレされる。俺が、俺が、お人形好きだってことー このままずっと、こうして一緒にいられたら、どんなに幸せだろう。そうだこの時間なら、河原から見える夕日がとっても綺麗なんですよ今から行って、ダメですよね。もう行かなくちゃならないんですよね。わがまま言って、ごめんなさい。あの、僕、待ってますあなたがいつかまた、 ここに帰ってくる日よそれまでには僕ももう少し大人になっていますからその話は聞かなかったことにしましょう私は私の任務を果たしに来ただけあなた方の騒動に巻き込まないでもらいたいでは失礼 <laughs> しつこいですね そこをどかないというのならあなた方を、うん、この気配はそうかどうやらすでに巻き込まれていたようですねラランジジェリリー・ーイズ・ラブジュエリー下着が肌に触れた瞬間にあなたの体は宝石になります 裸で恋がしたいなら、こっちへおいで。